写真拡大。中日は9日、巨人9回戦、名古屋ドームで2対2で引き分け。来日初登板のヤリエル・ロドリゲス投手、23は初登板で悪くなかったけど、もう少しチームに貢献できる投球がしたかった。2回には最速の155キロを計測するなど、序盤から力ある直球が光った。縦と横のスライダー、チェンジアップなど切れ味10分の変化球も制球は安定していた。首位の巨人打線を7回1失までは無安打に抑え、大城、ウィーラーの連続二塁打で交代したが、ファンからは温かい拍手を送られた。8月9日の1軍初登板。中日では1987年に近藤真一が任され、この日と同じ巨人を相手に名古屋球場のマウンドに立っている。そこで達成したのがプロ野球史上唯一の初登板ノーヒットノーラン。ノーヒットノーランのことは意識していない。バッター一人一人に集中して投げていたと振り返る。ロドリゲスは33年ぶりの快挙はあとアウト8個の場面で逃したが、初登板で十分すぎるほどの投球内容だった。今日みたいに集中して元気よく投げることを心がけてマウンドに上がりたい。チームに貢献していきたい。育成出身では同じキューバ出身の A. マルティネスが外国人捕手としてブレイク中。流暢に世界に衝撃を与えるデビューを果たした。